リミットレスは2011年のアメリカ合衆国のテクノスリラーサスペンス映画アラン・グリンによる2001年の小説ブレインドラッグをもとにレスリー・ディクソンが脚本を書きニール・バーガーが監督を務めたニューヨークに住む作家エッディ・モーラは怠惰でうだつの上がらない生活から恋人の倫理に別れを告げられそのショックを引きずり仕事でも失敗するある日彼は バーノンという売人から NZT-48 というスマートドラッグを手に入れる。エディは普段は20%しか使われていない脳の,の能力を100%活用させるというその薬を飲むと効き目は確かで一晩で本を書き上げてしまうことができた。しかしエディはさらなる NZT を求めてバーノンの部屋を訪れたところバーノンが殺されているのを発見する。 カッコ内は日本語を吹き替え、レスリー・ディクソンは自ら原作の権利を購入して、脚本を書いた。ディクソンは映画のプロデューサーに名を連ねることで、通常より少ないコストで脚本を仕上げることができた。ディクソンとスコット・クルーフは、ニール・バーガーに監督を依頼した。バーガーにとって他人が書いた脚本を手がけるのは、これが、初となった。当初は、 ユニバーサル・ピクチャーズが企画を進め、2008年4月に、シャイア・ラブーフの主演として発表された。その後企画は、レラティビティメディアとローグ・ピクチャーズ、及びリチャード・ブランソンのバージン・プロデュースとの下に移り、2009年11月、ブラッドリー・クーパーがラブーフに代わり主演を務めることが発表された。2010年3月、ロバート・デ・ニーロの出演が決定し、同年5月、 フィラデルフィアで撮影が始まり、その後ニューヨークでも撮影が行われた。マセラティは、プロダクトプレイスメントへのゲリラ的アプローチとして、高級車の使用が検討されていたプエルトバイアータでのカーチェイスシーンの撮影に、マセラティグラントゥーリーズも2台を無償で提供した。2010年12月までに、正式なタイトルは、ザ・ダーク・フィールズから、リミットレスへと変わった。 人間の脳はある一定の割合しか使われていないという、この物語の前提は完全な神話である。これはドラマ版21話でも言及されている。ミネソタ大学の物理学教授、ジェームズ・カカリオスによると、医学によって知能を向上させることはもっともらしいが、現在の神経科学はそこまで到達していないという。また、作中の人間は、 脳の2割しか使うことができないという考えについては、脳の100%が時をことにして使われていると語った。カカリオスは、もしそのような薬が存在したら、使用者は薬を切らすと、リバウンド現象に合う可能性を述べた。映画では、主人公の元妻が、ドラッグが切れると10分以上集中を持続することが、できないと語る箇所がある。 2011年3月8日、ニューヨークでワールドプレミアが行われた。ボックスオフィスモジョは本作を工業成績の予想が難しい映画と位置づけていたにもかかわらず、2011年3月18日に北米2756巻で公開されると3日間で1890万ドルを売り上げ、週末の工業成績で同週公開のリンカーン弁護士、 宇宙人ポールや3週目のランゴ、2週目の世界侵略、ロサンゼルス決戦らを押しのけて首位に立った。また、DVD およびブルーレイ版の発売の際には特典として別エンディングの収録や、海外では劇場公開時に R 指定を考慮してカット修正された暴力、セックスシーン等の描写等が修正なしで入っているバージョンも存在する。 本作は非評価から概ね高い評価を得た。ロッテントマトズは174個のレビューに基づき、本作の支持率を70%、評価の平均を6.4、10としている。メトクリティックは37個のレビューに基づき、59,100という評価の過重平均値を示している。シカゴサンタイムズのロジャー・イーバートは2.4分の5個の、星を与え、すごく。 いいというわけではないが、触れ込みは興味をそそるといい。また、ニールバーガーは、独創的な視覚効果を行っている。そして結びに、リミットレスは15、あるいは、せいぜい20%しかその脳を使っていない。それでも、他の映画よりもずっと多くの脳を使っていると書いた。2015年1月に、米 CBS 局での同作のテレビシリーズ化に向けて、 ドラマ版のパイロット版が制作されると、ザ・ハリウッドリポーターより報じられた。このドラマ版は、映画版の続編という設定であり、主人公もエディモーラに代わって、ブライアン・フィンチという男が設定される。彼が NZT-48 を使い、強化された能力を用いて FBI に、事件解決に協力するという筋立てになっており、 前作の主人公だったエディモーラも大統領候補の上院議員として登場し、映画版と同じくブラッドリー・クーパーが演じる。制作人は海外ドラマエレメンタリー・ホームズワトソン・イン・エヌ・イを手掛けたクレイグ・スウィーニーが脚本と制作総指揮を務め、映画版の脚本を執筆したレスリー・ディクソンと制作のスコット・クルーフもプロデューサーとして参加する。 スポンサーが重視する年齢層の視聴率が低くシーズン1のみで終了した。日本ではスーパー。ドラマ TV で2016年11月23日から2017年4月19日にかけて放映。それに先駆けて第1話と第2話を2016年10月29日から10月30日にかけてプレミア放送された。 NZT-48 パイロット、FBI デビューバッジ、ガン、マルコ・ラモスの伝説ザ・レジェンド・オブ、マルコス・ラモス、不死身のマウスページ44、二人のブライアン、パーソナリティ・クライシス、副作用の恐怖サイド・エフェクツ、メインクルード、ブライアンはある朝突然にブライアン・フィンチ、S ・ブラック・オーパス、海賊船を終え、ウェン・パイレーツ・パイレート・パイレーツ、司令部、ヘッドクォーターズ、 アームゲドン、アームアゲドン、それぞれの選択ディスイズ、ユアブライアン、オンドラッグス、エディモーラの暗殺ザーサシネーションオブエディモラ、The assassination of Eddie 連続ハグ事件ストップメビフォー、アイハグアゲーン、第三の男ファンダメンタルズオブネイキッドポートレッチは、潜入捜査、アンダーカバー、サンズの知られざる人生サンズ、エージェントオブモラ、コンビ解消クローズエンカウンターズ、ロシアより愛を込めてビズグラニーティーニー。 波乱の予感 A ドッグズブレイクファスト、レベッカの逆襲ハイ、マイネームイズ、レベッカ・ハリス、顔のない軍団フィナーレ、パート1、フィナーレ、フィナーレ、パート2、ありがとうございます。